ない質問1000。めっちゃ聞かれます。感度数値何がいいですかって。コントローラーの種類、プレイする体勢、肘掛けの有無など状況が多岐にわたる上、ジャイロという直感的操作のため人によって千差万別です。僕なんかは大まかなエイムはスティックで、細かなエイムはジャイロで行っているので、ジャイロ感度 3.0、 スティック感度は 5.0 ですが、上位勢ですらスティックは多様派か最小限派かに分かれているので、答えはマジでないです。とりあえずヒーローモードからでもいいからプレイして微調整を重ねましょう。え、それでも大体でいいから調整方法を教えてほしいって。そしたらロビーで楽な普段のプレイ姿勢でコントローラーを持ちます。バルーンの場所を覚えて目をつぶって感覚でジャイロのみでエイム合わせをします。通り過ぎていたら感度が高いのでちょっとずつマイナス、届いていなかったら感度が低いのでプラスにしていきましょう。ただこれは目安だからね。こっから微調整していくんだよ。スティックは高ければ高いほど早く振り向けるので、 5.0 から試して使いづらかったらちょっとずつ数値を落としていきましょう。